どうもどうもお疲れ様です。エステちゃんです。今日は愛なのにについておしゃべりしていきたいと思います。でこれはですね、監督が城城秀夫さんというアルプススタンドの端の方とか性の劇役の監督で、私この監督の作品まだ見たことないんですけれども、アルプススタンドの端の方とかは結構ね、面白いって言って話題になってましたよね。で、城城監督と、今泉力也監督が脚本を書いている作品で、古本屋の店主タダは店に通う女子高生美咲から求婚されるが、タダには一家という忘れられない存在の女性がいた。一方、結婚式の準備に追われる一家は、結婚役相手の涼介とウェディングプランナーのミキが男女になって関係になっていることを知らずにいたという。で、タダ役を瀬戸裕文さんがやってて、で、涼介役を中島歩さんですかね、この名前歩さんですね、は私が見た最近の映画でいうと濱口竜介監督の作品の偶然と想像とか見ました、直近。あと他のね、濱口監督の作品にも出てるのかな、出てた気がするな、出てないかな、ちょっと分かんない。最近で言うと中島さんは濱口監督の偶然と想像にも出てましたよね。はい、ということで、まずですね、まあこの映画好きだなって思ったのが、その古本屋の店主多田さんを、まあ女子高生がね、美咲ちゃんという子が、まあ好きで、こう古本屋の陰からこう様子を見てるんですよ。なんかこの感じがもう変っていうか、いい意味で、なんか古本屋だし、女子高生が結構ね倍ぐらい違う、店主かっこいいですけどね、瀬戸さんね、でも見てなんかその見てる様子がもう、あ、この子変わってる子だっていうのがもう一目で分かって、あ、もうこの映画好きと思って、もうこの後どんなにつまんなくなってももう好きは決定ですっていうね。でその後にその美咲ちゃん、女子高生の美咲ちゃんが多田さんのね、気を振る前の店主の多田さんの気を引くために万引きをすると。ダメなんですよ、万引きは本当にダメなんですけど、万引きしてめっちゃ足早いんですよ美咲ちゃん。それでタタタタかけてって、で追いかけてって、多田さんがふーふーってなってる時に自販機で水買って渡してあげてまた逃げるっていうね。でもちゃんとまあ戻ってきてっていうか、捕まってというか分かんないですけど、そのなんか一筆書かされたりとかしてましたけど、まあそこで好きですと、結婚してくださいみたいなことを言って、みんなそこから交流が始まるっていう始まりなんですけど、まああのあれですよね、なんかまあ好きって言われるといいもんですよねっていう、はい、もういきなりもうこの映画見た感想になっちゃうんですけど、なんかよっぽど生理的に無理とかそういうんじゃない限り、なんか好き好き言われてたらなんかまあその気になるっていうか。でそれで思い出したのが、なんか私高校時代の友達でめちゃくちゃ可愛い子いたんですよ。もう本当に目まん丸というかパッチリしてて、なんかちょっとハーフっぽいというか、ハーフじゃないんですけど、でなんか可愛いなと思って見てたら、なんかそのやっぱりスカウト、原宿でなんか友達と待ち合わせしたらスカウト2回ぐらいされたみたいな話とかしてて、いや確かにスカウトマンのね間違ってないという思うぐらいの子がいたんですけど、その子が結構割と早めに結婚してて、20代前半ぐらいで、でなんか結婚した直後とかぐらいかなに会って、なんか喋った時に、なんか旦那さんがなんか全然かっこよくないって言ったらもう超失礼なんですけど、なんかチェホンマンを連想する感じの方で、でって思って、
よく結婚したねみたいな感じで言ったら、なんか 大学からなんか専門学校だからなんか一緒で、で6回告白されて、もう6回目に OK して付き合いだしたっていう。いやだからまあストーカーになっちゃうともう終わりですけど、なんか映画の中でも相手が迷惑掃除じゃなければないから、美咲ちゃんもね多田さんに対して何回もこうラブレター持ってくるんですけど、求婚の結婚してくださいという手紙持ってくるんですけど、あの相手が迷惑そうじゃないというか多田さんが迷惑そうじゃないので来てますっていう風なねこうやり取りがあるんですけど、いや確かに、まあ、その迷惑そうかどうかの判断ってめっちゃセンスいりますけど、なんかまあそうだったらちょっと何回かプッシュしてみるのありなんだなっていう思いましたね。でなんかあのよくできてるなっていうとなんか偉そうなんですけど、なんかあの基本まあ多田さんというかちょっと瀬戸博文さんで多田さんがまあ軸ではあるんですけど、その軸に一家さんっていうね佐藤穂波さんが演じてるこの2人の結婚式間近の2人の話にすっていって、で一家さんの話になるかと思いきや、こっちのねさっき言った中島あゆむさん演じる旦那さんのとウェディングプランナーとのこの浮気の話になって、浮気が分かってそっかまた一家さんに戻って、で一家さんとその多田さんが出会って、でまたそっからそのなんか美咲ちゃんと話に戻っていくって、なんかこのいい具合にこうスイスイってスライドしてて、なんか非常に見やすかったし、それぞれの人たち、まあ、どうなっていくんだろうってあの気になる展開でしたね。なんかはい、なんかそのまあこのジャンルコメディラブストーリーって書いてあったのかな、ジャンルで分けると、でちゃんとやっぱコメディ笑えるんで、なんか浮気とかしてらーわってなんかチッって思っちゃったりもするんですけども、どっかこう笑わせどころがあって みんなそれぞれはちゃめちゃなこと言ってんですけど、なんかどっか笑えるっていうか、その言葉遣いがちょっと変わってたり、なんか古風な言い方してたりとか、なんか言う順番が変わってるっていうか、なんかうん、なんかうまく言えないけど、なんかそうね、うん、なんかさ、そうね、なんかその感じで、なんかそのちゃんと凌介っていうねその一家の旦那、浮気してる男、なんか一見ハンサムだし、なんか美女のね奥さんと浮気相手いて、なんかいいなみたいな感じですけど、ちゃんとそのセックスが下手っていうところにこう落としてるところとか、なんか笑えるっていうか、ハンサムでモテるのに下手って言われちゃう、下手って奥さんにも一家さんにも思われてるみたいな、なんかそこが笑えるところだったりとか。でもなんかそのこと考えてたんですけど、下手でもなんか浮気できるって良くないですか。なんかモテてる可愛い子ちゃんと、ね、奥さんとは違うタイプと遊んでられるって、それはそれですごいことだなってなんか思っちゃったりとかしましたね。はい、うん、あとはそうだな、なんか昨日言ったあのねウエストサイドストーリーがもう本当にパニックだったんで、私の中でなんかその浮気とかいうことはしてんですけど、まあ一応ね倫理に反するとか、まああるんですけど、まあまあまあなんかほっこり見れるっていうか、まあそれぐらいはいかんっていう風になんか思える感じでしたね。うん、そうだな、はい。でなんかこのジョージョーさんと今泉さんでなんかコラボレーション企画 LR15 っていうのをやってるらしくて、で3月18日には今度逆ですね、今泉力也監督が監督をやって、
ジョージョーさんの脚本で猫がいなくなったっていう、これ予告もあったんですけど、まあこの映画に出てくる人とちょっとこう被ってるのかな、猫も出てきてたし、猫がいなくなったの、猫も、だからちょっと見とくとまあより楽しめるのかなみたいなのがあったりしましたけど、なんか猫がいなくなったもすごく面白そうでした。なんかはい、一緒に暮らしてる男女のなんていうのか、生々しいこの生活感あふれる感じ、あの愛がなんだみたいなのご覧になった方わかると思うんですけど、あの感じ出てました、予告でも本当に。で、あとそうそう、全然ちょっと話変わるんですけど、その中島さん、そのさっき中島歩さん、あの偶然と想像に出てましたねみたいな話言ったんですけど、偶然と想像に出てる時の中島さんってなんかちょっと苦手だったんですよ。なんかその顔はね、いわゆる正統派ハンサムの顔してて、でなんかその濱口監督のセリフってちょっと哲学っぽいっていうかね、あのシェイクスピアよろしくみたいななんか感じじゃないですか。これこれはこれこれなのであるからみたいな、なんていうかこうちょっとこうかしこまるみたいな言い方、大げさ、ちょっと大げさだったりとかするんで、そのなんかセリフだったんで、すごい臭いっていうか、何この人みたいな、かっこつけてるじゃんって思っちゃったんですけど、今回のその愛なのにではそんなにやっぱり普通の喋り言葉だとそこまでなんか癖はありますよ、癖はある、それはでも個性なんですけど、癖はあるけどなんかうんみたいな、そうかみたいな、なんかいるなこの人っていう感じで、やっぱこのはね、どういう言葉使いかってすごい大事なんだなって思ったりとかしましたね。うん、そう、あとウェディングプランナーの人がね、郡ゆかさんっていうのかな、これなんかこの絶妙にエロくてよかったですね。うん、よかったな。あとベッドシーンね、あの LR15 ってまあちょっとね、佐藤穂奈美さんとかその郡さんとかの胸ちゃんと出てんですけど、なんかあえてああしてんのかね、あんまり過激なことすると話ぶれちゃうからなのかわかんないですけど、もうちょっとエロくてもいいのかなっていう、だからなんかエロって難しいんでしょうね、なんかよくわかんないけど、なんかうん、なんかまあ胸出てるね、エロいっちゃエロいんですけど、あの2人ともいい胸してたんですけど、うーん、そんなにエロく感じなかったんだもん。まあ、わかんないです。あの、好みですけどね。もう、あえてはしてるのかよくわかんないけど、っていう感じはしましたかな。でも、良かったです、すごい。みんな笑ってました。なんか、適度に。なんかこう。で、それが覚えてないっていうのがまたいいですよね。なんか、自然な笑いっていうか、もう日常生活で、ふふってなっちゃう。こんな人いたら笑っちゃうねっていう感じのところがまたうまいですよね。コントしてないっていうか、コントしてないっていうか、いや、そういう感じです。はい、あともう全然関係ないんですけど、あのローっていうあの映画、私何年か前見て、あのカニバルっていうね、あの人を食べる話、カニバルものだよ、めちゃくちゃ怖かったんですけど、でもそのなんていうかテーマが愛っていうかで、あのもう一回もう二度と見れない映画なんです、もう怖すぎて。なんですけど、あの好きな映画ではあって、その監督があのチタンっていう、脳にチタンが入って、なんか事故かなんかで入ってる女の人の話、もう怖いんですけど、この時点でその予告もやってて、もう見なきゃなと思って、怖いけど、で、誰も見ないような映画なんですけどね
そんな映画なんでね。でも一応なんかパルムドールかななんか撮ったとか言ってましたけど、はあ、怖いけどなみたいな。だから興味ある人いたらぜひ見てくださいね。本当に一人じゃ嫌なんで、はい、っていう感じで、また何かあったらあげたいと思います。ということで、またねー。